こんにちは、粟田洋介です。今日は独りよがりな作品についてお話ししたいと思います。独りよがりの作品ってどんな作品なのか、なぜ独りよがりな絵を描いちゃうのか、そしてどうしたら独りよがりの作品にならないのかということを考えていきたいと思います。独りよがりとかなんとかっていうのは人それぞれ答えが違うので、絶対にこうだっていう答えを私は知りません。ですが、ちょっと今までの経験からどうなんだろうということを考えてまとめたことをお話ししたいと思います。2ヶ月ぐらい前にある人とお話をしてて、個性的なんだけど人から理解されない作品みたいなことについて、私とお話ししていた方が独りよがりな作品みたいな言葉を使いました。それでその話はそれ以上膨らまないで忘れちゃうようなことだったんですけど、なんか久しぶりに独りよがりな作品とかそういう言葉を聞いたので、ちょっと面白いなと思ったので、後で私が一人で勝手に独りよがりな作品について考えてみました。そんなわけで今日は独りよがりな作品についてお話ししたいなって思ったんです。で、これはすごい古い国語辞典なんですけど、私が子供の時にドブに落として未だにこの辺が汚れています。で、独りよがりっていう言葉を調べると、自分の考えや言動を絶対と思い込み、他人の言うことを一切受け入れない様子と書いてあります。この意味から考えると、クリエイティブに作品を作るっていうことは、ほぼ独りよがりなんじゃないかなって私は思います。自分で思いついたアイディアとか考えたりなんかしたものを、もしくは内側から湧き出ることとか、そういったことを作品に表現するわけですから、こんな独りよがりな行為はないですよね。ですが、作品を世に出して、認めていただくとか、買っていただくとか、喜んでいただくとか、そういう風になると、独りよがりだけではいけないってよく言いませんか？だけど、この辞書に書いてある意味で考えると、作品を作る、特に個性的に自分のオリジナルな作品を作る、そうなると、独りよがりにならざるを得ないですよね。そして自分の作品って呼ぶ以上は、自分のオリジナルの作品でなければならない。そうなるわけじゃないですか。だからちょっと今日は、独りよがりっていうのは悪くないんだけど、どの部分を独りよがりにして、どの部分を独りよがりにしないかっていうことを最終的に考えていこうと思います。自分家の猫を移すっていうのも、かなり独りよがりな行為ですよね。また来た。独りよがりだね、君も。独りよがりでいいんだよ。これを見て独りよがりな傘だなって思った人はいらっしゃいませんか？私自身の作品は独りよがりって言われたことがないんですけど、それに近いようなことをこの傘について言われたことがあります。この傘は2011年の10月頃描いたものなので、今からちょうど11年前の作品ですね。その頃のあるイベントで、これらの傘を見てある人が、これはなんだか自分だけが楽しくて描いたみたいだね。ねえねえって感じで、なんかニヤニヤして話しかけられたんですが、なんか私は独りよがりに描いただけの絵だねって言われたような気がしました。でも私は全然気にしませんでしたけどね。ただそのイベントではこの傘売れなかったんですけど、その直前のイベントでは3人の方にこういう傘を買っていただきました。それで私がこの傘を独りよがりで描いたかっていうと、デザイン自体は独りよがりっていうか、独自のアイデアで描いたんですけど、傘に描くっていうこと自体はこれを売ろうと思って描きました。売ろうってことは欲しがる人がいるんじゃないかなと思いながら描きました。それについては全然独りよがりじゃないですよね。使い勝手としては、雨が当たるのはこの部分ですよね。で、これ透明の傘なので、私はこの絵を裏から描いています。そしてこの線の部分も黒をわざと先に描いて、黒いドットもそうですね。そして裏の部分も一回白で塗ってから、また黒で線で描いています。ちゃんと使う人のこと考えて、独りよがりなんて書いてないんです。それだって独りよがりだろうって言ってしまえば独りよがりなんですけど、何が言いたいかっていうと、これは私の意見なんですけど、独りよがりな作品っていうのは書いた人が本当に独りよがりだったとか、そういうことは関係なしに、独りよがりの作品みたいに見えるなっていう第三者の感想なんだと思います。まあある意味私は結構これ書くの楽しかったかもしれないけど、傘にはこういう骨があって、この骨をずらしながら書いたりとか、結構めんどくさくて、楽しく独りよがりに書くんだったら、キャンバスとか紙とか、そういうものの方が書きやすいから、わざわざこんなのに書かないです。そして6本書いた傘のうち、3本が人の手に渡っています。その傘を購入していただいた方々っていうのは、1人は個性的な方で、もう1人はちょっと変わった方で、そしてもう1人は、まあ、変人でした。まあ、それは褒め言葉で、3人ともすごく個性的で変わってて、そしてとても面白い人たちでした。まあ、この傘だけに限らず、どんな作品も、実際に私が独りよがりで書いてようが、独りよがりじゃなく書いたものであろうが、それらの作品を全然いいと思わない人たちもいれば、すごく楽しんで喜んでくださる方もいらっしゃるというわけです。だから、独りよがりかどうかなんてどうでもいいし、独りよがりの作品なんていうのは、単なる第三者の感想で、例えばこの作品が面白かったとか、つまらなかったとか、好きだとか嫌いだとか、そういうような評価とか感想の一つとして、独りよがりな作品っていうものがあるんじゃないかと思います。もちろん作家自身がこの作品独りよがりなんだよって言ったりとか、独りよがりじゃありませんって言ったりする場合もあるかもしれませんけどね。もしもアーティストが独りよがりに作品を作って、そして全てにおいて独りよがりな行動をして、それでも人気者でたくさんの作品が売れてうまくいってるんだったらそれでいいと思います。だけど、うまくいってない人ほど、独りよがりとか言われちゃうような気がするんですよね。私も言われてるかもしれないな。まあ、それはどうでもいいとして、作品を作るっていう意味では、オリジナルな作品を作るわけですから、独りよがり、つまりさっき辞書に出てたように、自分の考えや言動を絶対のものと思い込み、他人の意見を受け入れないってことでしたね。そんな感じで自分を貫いた作品、個性的な作品、そういうものを作っていくには、ある程度独りよがりになるっていうのは必要だと思います。だけど、独りよがりすぎてうまくいっていないんであれば、どの部分を独りよがりにして、まあ、独りよがりっていうのは、こだわりっていうことなんじゃないかと思うんですけど、もしも、どの部分をこだわって、どの部分をこだわらない、独りよがりにしないのか、そういうことをちょっと考えたときに、独りよがりになる部分っていうのは、自分を絶対に正しくて、他の人の言うことを受け入れないっていうことだとしたら、私の場合は表現、絵の描き方、もう絶対に自分はここは譲れない、そういうことだと思うんですよね。アーティストだったら作品を作る上で絶対にここは譲れないっていうことはあると思います。だけど、ここだったら譲れるっていうところはあるかもしれません。まあ譲るっていうよりも他人の意見を受け入れるってことですね。例えば私の場合だったらモチーフですね。この絵は最近描いた独りよがりなくだらない絵なんですけど、まあスケッチブックに描いた変な絵ですね。この絵はなんか人が出てきてますけど、裸の男性がいます。なぜこんな絵を描いたかっていうと、単に私が独りよがりで面白いと思ったからです。でも例えば誰かが裸の男の絵なんて売れないんだから猫の絵を描いたらどうだろうと言ったとします。そうしたその時に私自身がその人の意見を受け入れて猫の絵を描くと喜ぶ人がいるんだったら猫の絵も描いてみよう。例えばですよ、その猫っていうモチーフを使うっていうのは誰かのアイデアを受け入れたっていうことなんですけど、その猫をどういう風に描くかっていうことに私はこだわりがあるので、ここは譲れないとこですね。もしも私の周りの人たちがこういう私の変な絵をこんなのくだらない、気持ち悪い、やめろ、そういう風に言われることもあるかもしれません。だけど私の他にもこういうの喜ぶ人がいると思うんです。こういう私の変な絵を喜んでくださる方に私のこういう作品を見つけてもらうってことですね。なのでこういう変な絵を描き続ける、そして発表していく、まあ見せていくってことですね。そういうことを続けていくっていうことはシェアするっていうことで独りよがりなことではないのかもしれません。だけどそれがたとえ独りよがりなことだったとしてもより多くの人に楽しんでいただければ、まあ楽しんでくださる方もその人たちの独りよがりでこの作品面白いとかって思ってくださることですから、独りよがりでいいんですよね。それですごく私が思うのが、販売したりとかそういうことを考えながら制作をしていると、独りよがりから離れていっちゃって、まあお客様のことを考えすぎちゃうことがあります。そうなってくると、売れ筋のモチーフとか、売れ筋の表現の仕方とかに逃げちゃうことがあります。まあ似たようなものを作り続けちゃうってことですね。そうなってくると、その作品自体がつまらなくなってくる場合があるんじゃないかと思います。そして私自身、アーティストとしても成長しなくなっちゃうような気がします。なので、まあこれは私の場合なんですけど、ちょっと無理してでも独りよがりになる努力っていうのはするようにしてる場合もあります。人がどう思うかとか、そういうことを考えながら作品作ってると、アイデアとか表現にブレーキがかかってしまいます。そうするといい作品できないんですよね。だからバーンって独りよがりになって自分の世界を爆発させる、まあ表現する、そういうことを無理やりにでもするようにしています。だから作品作りにおいては独りよがりでいいんじゃないかと思います。だけどその後ですね、例えば販売する時のディスプレイの仕方とか、例えば人が見やすいようにとか、手に取りやすいようにとか、そういうことは独りよがりじゃできないことですよね。ネットで販売する時でも見やすさとか、あとは作品を送る時とか、あとは接客の時の態度だったりとか、なんかいろいろあると思うんですけど、私自身は作品作り以外のところで独りよがりじゃなくて他人目線で結構考えるようにしています。ただ作品並べたりするのは私は整理整頓ができないのでとても苦手です。あとはさっきの傘の話に戻るんですけど、あの時なんで私が傘に変えたかっていうと、傘みたいな使えるものに変えたらいいんじゃないか、売れるんじゃないかって思ったんです。だから自分が楽しむために傘に変えたとか、そういう独りよがりなことじゃないんです。ただそう思われちゃったのが、あんまり売れそうなものに見えなかったからなんじゃないかと思います。あとはああいう安いビニール傘に変えたっていうのもどうだったのかなって今の私は思います。この傘を描いた何年後かに私は T シャツとか雑貨とかに本格的に描くようになったんですけど、これ描いた時はそんなに材料費かけられないなってことでビニール傘にしました。でもそれから何年後かとかにお店の人だとかそういう方から結構アドバイスをいただいて、もっといいものに描きなさいって言われて、作品自体が良くても安いものに描いたったら安いものになっちゃうんですよね。だからもっと高級なものに描くべきなんです。そして今はビニール傘とかじゃなくて、そこそこいいものに絵を描くようにしています。その方が購入される方も、作品が良くて買って、そしてその素材も良かったってことで満足度も高くなりますよね。その辺のところを意識するっていうのは独りよがりから外れるところなんじゃないかと思います。でもオリジナルな作品をそこに描くっていう、その描いてる絵っていうのは、ある程度独りよがりじゃなければオリジナルな作品にはなりません。そんな感じで私が独りよがりの作品っていうことについて思ったことをお話ししました。でもその答えっていうのは人それぞれ違うものだと思うし、こういうのが独りよがりなんだって決めつけちゃうこと自体が独りよがりなんじゃないかと思います。なんでかっていうと、こうなんだって決めつけることは自分の考えや言動を絶対と思い込んで他人の言うことを一切受け入れない行為なんじゃないかと思うからです。ただ作品を作る上で大人が絵を描いたりとか作品作りをするときに自由にのびのびと独りよがりに自分の世界を表現する、あるがままの自分を絵にする、そういったことっていうのはかなり難しいことなんじゃないかと思います。でも一回それをやってみちゃえば、答えっていうのは自分の中にあるものですから、かなり簡単なことです。ここは私断言しちゃいますが、絵なんて好きなように描けばいいんです。私の YouTube チャンネルでは、そのことが伝えたくて動画を作っています。で、関係ないんですけど、この傘。これは2014年の2月に雪の日に私が傘を差して歩いてる写真です。私は個人で使っちゃっています。まあ、どうでもいいですね。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。